はい、株ボーイ続きからやっていきたいと思います。ね、税金払いたくないのでやっていきたいと思います。パワーワードだよね。あの動物たちが始末できて何よりだ。そうだ、前回ね、豚を潰したんですよね。この肥料を重宝しそうだな。よし、次の仕事は四つ股の槍の入手だ。古代ではフォークと呼ばれて、古代アシスタントの分際で質問は？ねえ村長、あんた本当にさ、あんたの頭のやつ狩るよ。悪いけど噂によると、ここから南にある見捨てられた農場にあるらしい。見捨てられてんだよ。でもお菓子ゾンビがたくさんいるという恐怖話を聞いた。文句を言う立場ではないだろう。私のフォークを取ってこい。うぜえ、うざすぎる、うざい、震えてる。あ、本当は通れるようになってる。え、腹立つんだけど、どうしよう。え、なんか可愛くないですか。別にゾンビいるって感じじゃないけど。ミセススイカ、スイカゲーム。こんにちは、私は近くの畑の教師です。よろしくお願いします。話したいですが、授業に戻らないと。今日は遠足でここまで来ています。ここってかなりクールですね。そうなの？エリー、ダンスを練習してフリップフロップに投稿するのが好きなの。この野郎、この野郎。ヘイリー、フリップフロップの録画中にホリーの携帯電話を軽く叩いたら崖から落としちゃった。最低じゃない？え？この子がホリーか。マジで最悪なんだけど。スマホが崖から落ちちゃったの。どうしたらいいの？知らないんだけど。取ってあげたいけど降りれないもん。ごめんね。諦めてもらっていい？オレンジ犬は全クリアしたらいなくなる。え？ちょっと待って、ごめんなさい。ワンワン。ペ。ねえ、ひどい。ツワ吐いてる。汚い。信じらんない。ちょっと待ってよ。株ボーイ、やっぱ性格悪いって。つば吐くんだよ、この子。ちょっとアリエッティだよね。オレンジ。探検家の株ボーイ、こんにちは。僕はここで可愛いカタツムリを見てるだけさ。地元のカタツムリ研究家なんだ。ご存知の通り、カタツムリは絶滅危惧種で。え、めっちゃ殺しちゃったんだけど、ごめん。共存はちょっとできないかな。だってダメージがあるから。ごめんね。よいしょ。あの、何あなたたち。借金の返済かい？借金の額は把握した方が身のためさ。あ、そう。なるほどね。そっちは行っちゃいけないんだ。何これ。一度に現れる魚一匹だけど、実はたくさんいるかも。何この魚。行った。待って、魚までダメージあるんだ。びっくり。キャロット、人参畑へようこそ、新人さん。ここって村から遠いよね。だって村の生活は恐怖だよ。だからここでぼーっとゆらゆらするのが好きなんだ。村の生活って恐怖なの？大丈夫、心配しないで。もう安全だ。変な奴はここに来たけど、俺が片付けておいた。どういう意味だよ。どうやってって、丸めてゴミ箱に捨てたさ。どういうこと？オレンジの変なやつ見たか？そうそう、小さいオレンジのやつはここに来たよ。俺たちに似たけどめっちゃちっちゃかったよ。気味悪いだろ？え？気味悪いの？あそこのが気味悪いんだけど、あの階段が壊れている。椅子か何か使ったら登れるかな。椅子がないわよね。隙間なく置かれたボックスコレクション気に入ったかい？君をこの場所に引き止めるためじゃないよ。絶対私のせいじゃん。じゃあダメじゃん。怖い。チェリー院。レロ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 。なにケロロ軍曹？ケロロ軍曹なのかな。レロ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 。なんかあそこにあるけど、こっちから行けるわけではないのね。あ、これ迷子のベイビーキャロット。
ああ、いたね。ちょっとごめん、喋ってないんです。移動しようとしただけなんです。なんか、だって早く動く方法がね。これか。これなんだ？人参の種買ってるわ。捨てまーす。誰ですか？こんなところにレシート捨てた人。許せない。あ、こっちね。ごめん、これはどうやって壊せばいいんですか？現状持ってる武器的には壊せないかなと思うんだけど。そうだよね。えいえい。意味ない。あー、じゃあここは関係ないの？北ベジ村、忘れられた森、南が見捨てられた農場だって。よいしょ。あ、てかここが忘れられた農場なの？なの。こいつがなんか怪しいんだけど、私の中ではレロ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 言うてんのがすごく怪しいと思うんだけど。え、じゃあ ベビー見つけたし、ベビーでも返しに行く。魚って何、水の中以上に出てくるのね。気味が悪いわね。ねえ、気味が悪いわよ。あれも取りたいしね。これさ、ダッシュがさ、ちょっもうちょっとできるようにしてほしいよね。誰だっけ、ベビーシッターってどれだっけ。ベビーシッター覚えてないんだけど、どうしよう。この人絶対違うよね。なんだ、バイバイ。信じらんない。ちょっと待って。破るものじゃないのよ。シッターどれだっけ。そうね、この子はなんか猫探してる人だもんね。武器の森ではなかったと思うし。そうだ、ジョウロ探してるだけだし。え？シッター？どこにいんの？ベイビーシッターの場所忘れたんだけど、こっちだったかな、ベイビーシッター。ベイビーシッター、そうだ、この人不動産野郎だった、あの人おじいさんでしょ。で、あの人部屋買った人だから違うよね。そうだ、この人は違うし、この中には人はいなかったと思うんだよ。なんか怒ってるんだけど、うざ。そうだ、この人記憶喪失だ。はい、さよなら。え、いない。人は違うでしょ。そうだよね。うるさーい。おじいさん、うるさーい。あ、こっちじゃない。は？おい、お前さすけな、うざ。なんなのあいつ。腹立つわね。いや、それは知らない人だし、喋りたいと別に思ってないけど、いや、システム的にね、やっぱ喋った方がいいのかなと思って、喋っただけですっていう。ふん。
え、積んだ来ないよね。え、この人ではないよね。なんだよ。あ、そうだ、こいつ泥棒だ。カビてる泥棒なのよ。消えろとか言ってくるからね。嫌いなの、私。積んでないよ、私。え？ポテチ買ったみたい。まあそうだよね。カタツムリよりポテチの方がいいよね。あ、この人だ。椅子持ってるじゃん。はい。椅子ください。はい。デッキに上がれるね。やったね。なるほどね。もう全然場所覚えてなかったよ。はい。言うてさ、マップ狭いからさ、そんな今のところは広いなっていう派手じゃないじゃん。だからいいね。なんか、しらみつぶしに探せばさ、絶対たどり着けるから。よいしょ。にしてもやっぱ、この世界、毒まみれよね。毒を吐かない人があんまりいないんだけど。まあ、いるけど、その村人とかでならね。これでデッキに上がれると。おお、すごい。何これ、親愛なるダイアリー。ママとパパの窓を壊したって叱られたわ。本当にやったのはマットなのに。おお、そういう悩みあるよね。え、何これ、ちょっと待って、ごめん。急にゼルダ始まるのやめてもらっていい？ねえ。うわ。2メートル離れてね。あ、そういう時代に出たのかもしれないよね。うん。え、コア敵強？嫌なんだけど。何これ。ジョロね、うん、何これ、ほら、今日はマットの野球の試合だった。みんなマスクして他の家族から離れて座ったりして変な感じだったけど、マットはたくさんホームラン打ったわ。よかったね。これ何なんだろうね、いまいちよくわかんない。もう意味なさそうだもんね。ちょっと待ってよ。今ね、やばくない？なんだよ、お前。あっち行けよ。ねえ、あいつ。怖え。待ってよ。そう。これ何なの？あ、ジョーロか。ああ、そういうことだ。なるほどね。なるほどね。ちょっと下もやってこなきゃじゃあ。違う。そういうことじゃない。あ、でもこれを押すことはできないのか。あ、じゃあよくわからんわ。うん。あ、またいる。バイバイ。アイスボックス。オリーブ警備。ちょっと待った。20ドルの罰金だ。そのドアは2年かけて作られたんだ。お前みたいなルーキーがどうやって爆破したんだよ。何？罰金って本当に。めっちゃかっこよかった。ありがとう。君って警備破りのスーパーカブボーイなの。そうね。サインもらえますか？あげよう。サインね。デビー。ちょっと待ちな。私たちのバリケード爆破したでしょ。そうなら壊したものを弁償するのが筋ってもんよ。ミッションボードの指示したって仲間を助けるのよ。は？めんどくさいわね。
兄、カブボーイ変なところで会うわね。私もこの廃墟を探索中よ。かつて住んでいたのはなんだっけ、フーマンだっけ。この部屋はアイスボックスと呼ばれているのよ。住人と話したけど、かなり長い間ここに住んでるみたいなの。寒さで寿命が伸びるとか、なんだか怪しいわ。彼らはアイスボックスが一生出られないのかしら。確かに。ナースベリーだってかわいそう。かわい、あ、ちゃ、かわいい気がする。ね。どうなった？カーリー、たったの2秒よ。2秒で妹がいなくなったの。あたいがお母さん狩りなのに。お菓子ゾンビに両親を奪われてから、あたいが妹を育ててきたの。なのに、かわいい妹がいなくなってしまった。助けてくれるの？本当にありがとう。急いでカップケーキモンスター。え？カップケーキモンスターはチェリーが大好物なのよ。そうなんだ。カーソン、こんな退屈な場所から出たいよ。何もすることがないんだ。前はパソコンでゲームを作ってたけど、機械が寒さに耐えられなくてさ。古い鉄板があるからね、氷を削ってコマにしたんだ。すごくね。はい、ようよう。お楽しませてくれよ、この野郎。最高だよ。ビート感じないです。ごめんなさい。ごめんね。ポッツ。いや、カブボーイ。新しい時って息子かと思ったら違うみたいだね。もちろん君は大歓迎だけどね。息子さんってもしかしたらカビた人じゃないよね。大丈夫。マットが全部食べちゃうから冷蔵庫にブラウニーを隠すことにしたの。へえ。その鍵くれよ。くれないみたいです、あ、いた。かわいいナースベリー。素敵ね。いくつか医療用品を持ってきてくれないかしら。マスクなら持ってるけど、他のものは持ってないわね。エントランスを守れたらな。かっこいいことは全部あそこで起きてるよ。どうも私です。かっこいいの。いろいろあるのね。何この人。ピクルスギャング。おいお前お前だよカブボーイ。驚くね。俺も手はないが武器を持てるさ。それがマフィアの血を引く者なかしら。もしお前はドン・ガブッチーノの血縁か。そうならこの、そうなら、それなら俺がこの檻の中にいてこうだと思えよ。あ、そうなんだ。偉そうにグリーンハウスで集会なんか開く。グリーンハウスホワイトハウスじゃないんだもんね。あ、でももうここは完全に人がいるエリアなんだね。薬ゲッツ。うざったくないこいつ。でも待って、薬は手に入れたけど何が欲しいんだっけ。あと絆創膏がないわね。絆創膏か。もうそっちは完全にないと考えたらやっぱここを行くのが無難になってくるんだけど、押す方法がわかんねえんだよな。これは押せるんだろうか、そもそも。あ、壊しちゃうんだ。そうなんだね。なるほどね。押せないんだよね、やっぱり。無理か。押すって概念は無理なんだね。そっち行けるじゃん。今気づいた。こうして、ほれ。行けました。あ、絆創膏見っけ。いいじゃん、いいじゃん。で、こうして、えい。で、こうして、問う。誰今やってた人？なんだけど今なんか誰か吐いたかなと思ってそっち側でもないのかな。いや、いけそうだぞ。
これあいけないわ。チェ、でもとりあえずこれで戻りましょう。はい、あの化け物は何なんでしょうね。生命体として何なのかをちょっと自己紹介してほしいもんね。はい、私の白馬の王子様、ありがとうダーリン。いつから結婚したの？ねえダーリン、癒されたいとき私に会いに来てね。いいよ、私この子すごく可愛いなと思う。うん、この世界今のところで可愛くないものっていたっけ？いたわ、ごめんなさい。ないと言わないけど、泥棒の人とかね。ちょっと待ってな、待って。暗いな。こっちは当たんないのよ。ふっ。惨めなあなたたち。あの人全部打ち終わったら、うわ、復活するんかい。よし。これ、えって何？え、これ回復したらえっていうのかな？最低じゃない？でも押せないからな。あ、これで押せるようになるんじゃない？あ、ほら。でも手って何？そうだよね。手の概念ないよね。おお、動かせた、本当に。消えな。よし。なるほどね。びっくりした。やめて。やめてよ。よし。ハート。やっぱりそうだ。ハート取るとえって言うんだ。いやーね、もう。これ意味あるの？ちょっとあまり意味は見出せなかったけど、まあ、いっか。うん。ってなると、こっちがいけるよってことだよね。おー、いけた。で、多分、これで吹き飛ばせば、向こうまで行くよって。ういサクサク。ちょっと待って、待って。ちょっといい加減にしてよって感じ。よいしょ。いくよ。パン。うれうれうれい。セレクティブサービスシステム。ほう。あ？ギレンがアメリカ合衆国徴兵サービスに30年奉仕することが決定しよう。何これ？迷子のベビーテリー、やった、やばいみたい。このさ、剣もらえないかな。この剣欲しくね。無理なのか。そっか。とりあえずでもこれでベイビーを返せるから。腐ってきてるのよ。ごめんね。ちょっと待ってて。うん。おい。マッシュルームの神に感謝だわ。え？無事に連れ戻してくれてありがとう。俺に鍵渡すわ。この鍵が次どこだ？行ってない場所は、ああ、一番奥のところか。行きましょう。じゃあ今のところ。おい。リグビーさん、この度は誠に残念ながら、マッシュリグビーキャプテンが行方不明だったことをお伝えします。え？どういうこと？闇深い話だったりする？え？腐ったアップルキャサー。腐ってる。腐っとるやないか。怖っ。寝動き怖いんだけど。うわ、何？やめなさいやんと。召喚とかずるよ。何これ、どうしたらいいの？あ、なるほどね。猫って吐くもんね。うん。えれれれ。ちょっと
待って、いっぱい呼ばないで。これ絶対爆弾ぶつけた方がいいんだよね、きっとね。でもさ、よいしょ。これさ、むずく、これめっちゃ時間かかることない？全面をさ、あれしようと思ったら、だいぶだよね。くそ。やめてよ。やめてよ。ああ、壊された。やめてよ。どうしてそういうことするの？やばい。やられる。このままじゃやられる。やられるぞ。ねえ。もうちょっと埋めたいよね。こっち来んな、最悪。あー、これだ。下芋虫まみれで終わってるな。ねえ、よし、だいぶこれで移動できる環境はできたんじゃないでしょうか。ただ HP がやばいです。とてもやばいです。ありがとう。こっちももう一個欲しいな。斜め移動がな、ちょっとな、大事よな。こんな野郎。いい、でもだいぶじゃない？だいぶ埋まってきたことない？よいしょ。割と安全地帯かも。よいしょ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 。あとこの2体倒します。はいはいはい、はい、ちょっと出しすぎだよ。もうすげえ壊す。もういいんじゃないかなと思うんだけど、どう？もう爆弾ぶっ飛ばしていいんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうね。まずい、回復落としてよ。回復落としてくれない？きついな。あ、ちょっと待ってよ。よいしょ。システムは分かりましたけど、なかなかに難しいですよね。そうなんだよね。システムが分かったからできるかって言われたら、そんなことはないというね。意外と壊されなかった。ラッキー。
張ろうね。ちょっと冷静にいこうね。さっきちょっと焦りすぎたかもしれない。向こうの方がゼロなんだよな。ダッシュダッシュダッシュ。よし。もう危ねえ。いけボン。よっしゃ。いけボン。あ、違った、横に出てた。なんかちょっと未来見えてきたよ。うん、行った行った、ね、やめて。よし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 、あと出しな、あなたたちチームイモムシ、あと出しな。いけボーン。よしよしよし、いけいけるぞ。いけドン。よっしゃいけた。良いですな、うん。何これ、迷子のアップルキャット。ああ探してる人いたわ、そういえば。やったね。まあなんか強かったじゃ強かったですけどね。うん、大きいマシンがブルルル。何を言ってんの？おお。これで OK そうね。いやー大変でしたね。うん。あ、なんか移動してるじゃん。ハロー株ボーイ。ここで調査も役に立ったけど、もう研究所に戻らなくちゃ。アイスボックスのピクルスギャングたち見た？ほら。助けちゃダメよ。ごめんなさい。ね、あれ何？は？マック？パスタなんだ。あ、そうなんだ。俺に誰が、言ってやろ。ブス。ひどい。ウジ虫やろ。待って、私今ひどいこと言ったなと思ったけど、あっちの方がひどいこと言ってきてるから、やってみろよ素手で。じゃあこの野郎、この間抜け、はぁ、お前はもう死んでいい。死んで、何それ、ちょっと本当にバカさせるやんと。本当によくやったわ。発電機を起動したのね。バリケードのことも忘れましょう。寒さはまだ足りないけど、ひとまずはこれでいいわ。フォークゲッツ。取り上げられる予定。なんでよ。これも武器なのかな。あ、武器だ。え、これ欲しいんだけど、このまま。なんで買え、落とさなきゃいけないのよね。気に入らないわ。よいしょ。じゃあ、ひとまず、町まで戻って、今回終わりましょうか。いい感じでしたね。うら、え、楽しい、やっぱりこのゲーム。うん、なんか私でもギリギリやれてるし。アクションゲーム超苦手なんだけど。よし、ということでまたここで終わりですよ。やだな、なんか毎回ね、蝶々の前で終わるのね。この人嫌いだわ、ほんと。はい、ということで、これで終わりたいと思います。うん、バイバイ。